それでこのディーズとゾーズ、これに関しては僕も中学校の時全然覚えれへんかった。どっちがどっちやったっけなってなるやろ。で僕中学校の時に編み出したクソしょうもない技があんねんけど、はじめ、はい、どうもアキトントンです。今回はディスとかザットの使い分けっていうことでやっていきます。で、まあディスとかザットの使い分けやねんけど、とりあえず日本語の意味、ディスっていうのはこれ、ザットっていうのはあれで覚えてると思うねんけど、これどっちがどっちかわかんないですっていうコメントがありました。まあ使ってたら慣れるって言ったら一発やねんけど、僕のイメージザットがあれで覚えねんけど、ザットザットって言って、あやザットの中にあるやろ、あれのあやねん、とかザットの最後に t があるやろ、ザットってなんか矢印っぽくない？僕はそんな感じで覚えました。無理やりねんけど、はい、とりあえず this がこれ、that があれって覚えれたと思うねんけど、そいつらの違いやっていくわ。アキトントンで、まあとりあえず this これ、that あれ覚えれたとして、こいつらの使い方2パターンあります。まずはこれはペンですって言われたら this is a pen、 このペンはいいですとかやったら this pen is good みたいな感じなんだよな。それでちょっと見てほしいねんけど、前回の動画でも言っててんけど、基本的に英語の普通の文っていうのは、主語と動詞が並ぶねんな。で今回動詞 is、 be 動詞使ってるやん。だってこれはペンですって言って、ペンやでっていう状態を表してる、これはペンやで、まあ this is で覚えてくれてもいいねんけど、ペンやでっていう感じで言ってんねんな。 OK。 で日本語見たらわかんねんけど、これはって言って主語がこれで終わってたら this だけで、このペンはって言って、はの前がこのペンって言って、これだけじゃないときは this と、その名詞、物の名前がひっつく、このペンやから this pen。例えばこのバッグやったら this bag みたいな感じになるんだよな。 OK。 それでもちろん this っていうのはこれって言ってるから単数やね、これって1個だけ言えるからな。だから B 動詞の is を使ってる感じ。 OK。 ひっつくのとひっつかないので、主語っていうのは別に1単語じゃなくていいから this pen っていうのが今回は主語やで。それでザットも同じような使い方やね。あれはリンゴですとかやったら that is an apple、 あのリンゴは赤いですやったら that appleis red みたいな感じな。それで、ちょっと気になる人はおると思うねんけど、あとあんの違いとかザの違い、今回の文やったらあとあん両方使ってるやん。だから、こいつらの違いまた話せば長くなるから違う動画であげるから、それはそっち見て。で今回はだから this と that の使い方だけに注目して、とりあえずこの文はこういうもんやねんなっていうので覚えてくれたらいいから。はい。で話戻すと、まあ that も this と同じ使い方してるよな。あれはって言って、あれ単体やったら that 使ってる。あのリンゴはって言って、はの前にあのリンゴって合体してるから、日本語が合体してるんだったら英語も合体できねえな。that apple みたいな感じな。OK。 それで今例文4つ見てんけど、 this と that はこれとあれやから、もちろん単数やに1つしか指してないからな。だから B 動詞を使うとしたら is を使うねんな。でもしそいつらが複数になる時もあんねん。当たり前やけど、これらはとかあれらはっていう風にらついたら複数になるやん。英語ももちろんあります。それが、this やったら these、 that やったら those やねんな。で B 動詞使うとしたらもちろん複数やから何使う、せーの、あーやな。OK。 前回の動画でやってるよな。それでこの D's と Z's、 これに関しては僕も中学校の時全然覚えれへんかった。どっちがどっちやったっけなってなるやろ。で僕中学校の時に編み出したクソしょうもない技があんねんけど、アキトントン、まあ片方覚えたら片方覚えれるやん。だから This の複数形 Z's を覚えようと思って、 This の複数形 Z's、 This が複数あるから Z's やな。This, this, 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 this、これらのペンはいいですやったら、これらのペンって言ってるから These pens are good やで。 OK。 複数やから B 動詞 are 使ってます。それとかあれらはリンゴですやったら Those are apples。 OK。 あのリンゴたちは赤色です、あのリンゴたちはってあんまり言わんかもしれんけど、分かりやすくちょっと今回はしました。 Those apples are red みたいな感じな。 OK。 基本的に This, That の使い方と同じやろ。
それで、複数やから B 動詞は R に変わってる。で、なんか物の名前、つまりペンとかアップルに S がついてるやん。これ複数形の S って言われんねんけど、物がいっぱいおるときは、名詞に S つけるとか言われんねんけど、その辺の話も、別の動画、さっき言ってたアとかアンとかの違いと一緒に出すから、詳しく知りたい人はそっち見てください。とりあえず、例文で覚えるっていうのは僕はおすすめするから、これらはペンですとか These are pens みたいな感じでシンプルに覚えてもいいです。はいはい、今回はこんな感じ。どうでしたか？This と That の違い覚えれました？違いっていうのは実はないやんな、日本語の違いだけで使い方は2つとも一緒やん。2パターンありました、ひっつくやつとひっつかないやつ、これはって言ってるやつとこの何々はってやってるやつ、あれはってやつとあの何々はってやってるやつ、それとあとは複数形になったら複数形のルールが適用されるだけ、B 動詞やったら Is は R に変わるって感じで、名詞の複数形の話はまあ次回出すと思うからその動画見てください。まとめの音です。はい、この動画良かったと思ったら高評価お願いします。チャンネル登録してない方はぜひチャンネル登録してください。はい、で友達に英語苦手な人がおったら教えてあげてください。これ僕もうほんまに初心者に教えるためにいっぱい動画作りたいと思うんでやっていきます。で、ここ苦手ですっていうのがコメントあったとしたらコメントください。バイバイ。